100% 新車感。国内全メーカー新車最安値に挑戦中。年間販売実績約1700台、リピート率驚異の 50% 超え。いつも新車館チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。 100% 新車館加須インターチェンジ店の上野と申します。はい、今日は、アルファード SC パッケージですね、こちらの、ご案内をしていきたいと思います。今まで、数回にわたって、こちらのアルファードですねご紹介させていただきましたが、今回の、アルファードの紹介料によりですね、まあ、オーディオレス仕様で、お好きなナビを入れられるという、こういう仕様はですねもう最後になってしまいまして、もう今からだと、まあ、ディスプレイオーディオですねこちらがついてくるような形になります。ただ弊社の方では、まだですねオーディオレス仕様ですね、先に、発注をですねもうオーダー終了間際にですね、たくさん注文を入れましたので、まだご案内できる車がございます。はい、で、ですから残りですねホワイトパールブラック合わせて約、12台、ですが、こちらですねご案内できる仕様がありますので今日最後に、ご紹介させていただきたいと思います。はい、で、こちらの仕様がですね、まあ、人気のある SC パッケージに、三眼 LED ヘッドランプで、これがですね流れるウィンカーですね、シーケンシャルのものが、今動かします。はい、三眼の LED ヘッドランプで、シーケンシャルウィンカーですね。こちら、紹介料後はですね標準装備になるんですが、まあ、ディスプレイオーディオとセットで、まあ、定価の方が20万上がってしまうという形になっています。こちらはもう私どもでご用意しているものには最初からついています。はい、で、ちょっと見えづらいですが上にですねツインムーンルーフですね、これがですねついてくるような仕様です。これも、大変人気のある装備で、まあ、アルファード買う人だったらほぼほぼつけられる方が多いですね。はい、で、こちら中から見ていただきましょう。ですね、で、こちらこういった形ですが、だいぶ大きな開口部ですね。で、ダブルですのでもちろんフロントもですねこういうふうに開け閉めできるような形になってます。はい、で、メーカーオプションで 100V の AC コンセントですね、こちらの2列目の足元、あとこちらはコンソールの中ですね、これがついてきます。こちらメーカーオプション以上ですが、これがついてくる仕様ですね。それにさらに、こちら専用の車種専用、サイバーナビ CE902 ですね、902シリーズの2です。はい、これですね。はい、10インチで非常に大きな画面になってます。はい、で、やはりですねディスプレイオーディオとの違いといいますと、まあ、スマホに依存することなくですねカーナビメーカーが作った地図、はい、こういうですね、まあ、ナビ専用の地図ですね、運転中でも非常に見やすく、案内の精度が良いもので、まあ、サイバーナビの特徴としては、パイオニアの子会社がですね地図を作っております。実際に車を走らせてこう調査した上で作っている地図ですので、まあ、非常にその車運転している時も見やすい、あとあ行き過ぎちゃったとか、あ手前を左に曲がってしまったとか、そういうことが私も使ってて全くないので非常に優秀なナビだと思います。まあ、ストレスがないですよね。
で、やはり車乗ってる時は音楽を聞かれると思いますが、まあ、こちらもですね、アルファード専用のですねチューニングが音響にも施されています。こちらを見ていただくとやはり音響専用チューニングですね。はい、でここでですね前席重視あと運転席重視というふうにですね切り替えができます。そうするとですね、まあ、なかなかとビデオカメラ越しだと伝わりづらいんですけど、今運転席重視にしてありますが、音楽とかを聞くとですねまるであのセンターでボーカルが歌ってるようなそういう、臨場感っていうのが得られます。ちょっと私のですね家にある、まあ、セカンドカーはサイバーナビがついてないんですけど、やはり乗り比べるとですね一目瞭然でございまして、まあチューニングがされてないような、まあ、主にこのタイムアライメントっていうところが大事になってくるんですけど、ですね、サイバーナビで聞くとここで歌ってるような感じがするんですけど、それ以外のものだとですね、まあ、タイムアライメントがされてないとこういかにも、まあ、ドアスピーカーですね下にあるんですけど下からこう声が聞こえてくるような感じがしますので、やはりですねこういうところが、まあ、さすがオーディオメーカーでもありカーナビの専業メーカーであるパイオニア製だなというところが一番感じていただけるところじゃないかなと思います。はい、でもちろんあのオーディオ関係もですねこだわりがありまして、ですねこちら今テレビがついてますけど、後ろリアクルーズこれを押すとですね、DVD が、入っているとですね後ろと前と後ろですね別々の映像が楽しめるという形になってます。はい、で、後ろに行きますとこちらですね 13.3 インチのですね後席モニターですね、こういうふうに埋め込まれてます。で、ここのですね青い照明がついててちょうどこことここがマッチしてですねデザイン的にもいいかと思います。で、こういうふうに畳んだ時は、画面がですね外側に出てくる仕様になっているんですね。で、こちらですけどこう閉めるとですねはいプラネタリウム星空になってます。これがあるとですね、まあ、トリプルサンルーフじゃないですけど、ちょっと触れてと、はい、こういう風になってます。はい、で、こちらにですねあとは、ETC の 2.0 ですね、ここにビルトインされています。はい、見えますでしょうか。ここに ETC 2.0 です。はい、あと、はい、バックカメラですね、こちらもあの打角センサー付きのですね、こういうハンドルをちょっと今止まってる状態なんで切らないですけど、ハンドルを切ると進行方向の方にですねちゃんとこう向きが変わるっていう線も動くっていうこういう打角センサー付きのバックカメラもちゃんと採用してます。で、あとはこちらですねちょっと中をご覧いただくと、USB ポート HDMI ポートですねこちらを装備してますので、iPhone 等のスマートフォンですねこちらを、接続するとですね、まあ、ちょっとアダプターがですねアップル製のカメラアダプターというのが必要になるんですけど、まあ、こちらの HDMI というところが光るようになってですねここにあのスマホの映像をミラーリングさせることができます。ですね、こちらあとフロアマットですね何度もご紹介させていただいてますが、今回はですね、こちら黒ですねレッドとブラックございますが今回はちょっと黒ですねご紹介しています。ご覧いただければと思います。はい、
で、あとこちらですね、専用のカロッツェリアのですねロゴ入りの新型のですね、カーテッシュランプですね。 LED で明るく足元を照らしてくれると、でロゴまで出てくるというこういう仕様になってます。 LED ですのでちょっと今店内ですので分かりづらいですけど相当明るくなってます。はい、で、まあこちらのですね仕様ですね、コーティングまで入れさせていただいたパッケージがございます。で、何度もご紹介している通りこちらは金利が 0.9% でご利用いただけます。はい、でもちろんですねボーナス加算もできますが、まあ、ボーナスはちょっと取っときたいという話でしたら、まあ、5万600円ですね、こちらでですね、まあ、諸費用込み、あと、まあ、コーティングですね、こちらもですねセットになったものになってます。もう込みでこれでいけます。はい、で利息がですね 6.9% でやっているようなところだと、こちらですね10年組むと224万円つくんですけど、こちらですね私どもの方だと26万7千円で、利息が済みますので、まあ、1年で割ると、まあ、こんだけの大金になってしまうんですけど、まあ利息年間2万6000円ぐらいで済んでしまいます。はい、はい、でですねこちらあとご紹介専用のですね今回は、ナンバープレートフレームですね、付けさせていただきます。まあ、実車の方ですねちょっとご覧いただければと思います。はい、カロッツェリアのロゴ入りになってます。ここですね、このアルファードのグリルとですね合ってるなという感じがしますね。はい、で、今回第4弾、こちらですねカロッツェリアのですねさりげなくロゴが入ったですね、まあ、ちょっと遠目に見るとよくわからないんですけど、はい、プレミアム車検証ケース、こちらもお付けいたします。こちらはブラックとレッドがお選びいただけますので、お好きな方をですねお選びいただければと思います。はい、で、一つ、今ですね、まあ煽り運転とかが、ニュースで話題になってますけど、こちら、前後録画のですねドライブレコーダーですね、こちらも、しっかりついてきますので、もうあとつけるといったらエアロつけようかなとか、どうせだからあとはバイザーどうしようかなとか、そのぐらいかなと思います。そのぐらいですねもうすべてがフルパッケージになってますので、余計なものもついてないですし足りないものもない、そういう仕様になってます。はいですね、まあぜひですねディスプレイオーディオはちょっとみたいなお客様かなりいらっしゃいまして、まあディスプレイオーディオ発表になったんですけど、まあ、その後もですねかなりすごい勢いでですね、まあ、台数の方が出てますので、残りがわずか12とかそのぐらいになってしまったんですけど、はい、ぜひですね、ご来店いただいて実際見ていただいてですね、ご検討いただければと思います。はい、では今日はですね、アルファードのパイオニアモデル、こちらのですねご案内をさせていただきました。ぜひご来店お待ちしております。本日は最後までありがとうございました。